カルロス・エルナンデス・バルベルデは、コスタリカ・クアナカステ州出身の同国代表サッカー、選手。エルナンデスは、2004から05、2005から06とに、シーズン連続でアシスト王になったことから、プリメーラ・ディビシオンでトップ選手のうちの一人と考えられていた。しかし、2006から07シーズンは、体重増加に伴い怪我に苦しみ、クラブは以前の状態に戻させるため、 A リーグのメルボルンビクトリー FC へ貸し出した。2007年6月12日、エルナンデスが LD、アラフエレンセからメルボルンビクトリー FC へ2年間のレンタル移籍をした。移籍後初試合は A リーグプレシーズンカップで0から1と負けた、入荷するユナイテッドジェッツ FC 戦に70分から途中出場した。2007年7月28日の次の 試合パースグローリー FC 戦では、先制点となる移籍後初ゴールを決めた。移籍1年目の早い段階でエールナンデスは、サポーターの一部から太りすぎと批判されていた。2007年10月21日、ホームドックランズスタジアムでのパースグローリー FC 戦で、リーグ戦初ゴールを決めにから1の勝利に貢献した。シーズンの終盤に差し掛かると、 エルナンデスのフィットネスは改善され、ホームを最高の状態へ戻すとコンスタントに得点とアシストを重ねていった。2008年5月にドックランズスタジアムでのユベントス FC との注目が高い親善試合で、エルナンデスはチーム唯一のゴールを決めた。ボックスの外からこう描いた、素晴らしい一撃を放ち、これに相手 GK のジェス・バンストラッタンは対応できなかった。 ドックランズスタジアムで行われた2008から09シーズンの第3節、昨シーズンのリーグ王者、入ッするユナイテッドジェッツ FC 相手に先制点を上げ5から0と対象した。遺跡通算6ゴール目となった第20節のセントラルコーストマリナーズ FC 戦では壁を通り抜け、相手 GK、ダニー・ブコビッチの足を通す素晴らしい FK の一撃を放った。リーグ戦。 セミファイナルセカンドレックのアデレードユナイテッド FC 戦で4から0と勝利。この試合で1ゴール3アシストと全ゴールに絡む活躍は様々なところから賞賛を得た。2009年4月1日にエルナンデスはメルボルンビクトリー FC がレンタル元の LD アラフエレンセから自身を買い取り3年契約を結んだことをコスタリカのテレビで語った。さらに 8月にリーグが開幕するまでメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーへレンタル移籍することも語った。しかしギャラクシーはエルナンデスへの関心を否定した。2009年4月17日にコスタリカの新聞ラナシオンはメルボルンビクトリー FC と LD アラフエレンセがついにエルナンデスの取引で合意に達し、また移籍金非公開ながら 予想金額45万ドルであったことを報告した。メルボルンは5月14日にサインしたことを正式に発表した。2010年2月15日にエルナンデスは2009から10シーズン最優秀選手に贈られるジョニー・ウォーレンメダルを受賞した。2012年5月16日にエルナンデスがクラブを退団することが発表された。6月27日にエルナンデスは アイリーグのプラヤグユナイテッド FC と1年間の契約を結んだ。それはインドサッカー開催大の遺跡の一つとなった。公式会見の際にエルナンデスはこのクラブに加入できて嬉しい。この新たなチャンスとチャレンジを楽しみにしています。確かにインドへ移籍するのは重大な決断でしたが、ここには巨大なサッカーの熱意と情熱があると感じている。 この素晴らしいチームの一員になれることに興奮している。そして来シーズンのチームの成功に貢献していきたいと考えている。と語った。2013年2月、ニュージーランドのウェディントン・フェニックス FC に2年契約で移籍した。エルナンデスはアンダー代表時代にアルゼンチンで開催された 2001FIFA ワールドユース選手権野 u -23 代表として アテネオリンピックといった大きな大会でプレーしてきた。また、A 代表としては30試合以上出場し、2006FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選でいくつか重要なゴールを決め、本大会出場に貢献。2006FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれた。現時点で最後のゴールとなったフランス代表戦では、25メートルの距離から ネットの左側にシュートを決めた。ありがとうございます。